復活の宮市寮この動画では宮市寮選手の生い立ちについて紹介しますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします宮市寮選手は1992年12月14日生まれの現在29歳身長183センチ体重70キロの選手です宮市選手は小学3年生の時から地元のシルフィード FC ジュニアに所属し中学に入ると シルフィード FC ジュニアユースに進み1年生時に JFA エリートプログラム2年生時に U14 日本代表3年生時に U15 日本代表とそれぞれ選出された中学時代までは主に右サイドバックを任されていました2008年4月地元名古屋市の強豪校である中京大学附属中京高等学校に進学高校からポジションが左ウイングに変わり 1>, 1年生時からレギュラーを獲得し U16 日本代表にも選出されました2年生時にも U17 日本代表に選出され第88回全国高等学校サッカー選手権大会では大会優秀選手に選ばれました3年生時、主将として出場した第89回全国高等学校サッカー選手権大会ではチームは初戦敗退に終わるも1得点1アシストを挙げる活躍を見せ 2大会連続で大会優秀選手に選ばれました2010年1月にドイツ・ブンデスリーガに所属する FC ・ケルンの練習に参加し当時アーセナルの監督を務めるベンゲル氏から高く評価され5年という長期契約のオファーを受けアーセナルへの加入が決まりました宮市選手は就労ビザ発行基準を満たしておらずイングランドでプレーすることが許可されなかったため 2011年1月31日フェイエノールトへ期限付き移籍18歳1か月23日での公式戦デビュー日本人最年少デビュー記録とともに日本人最年少得点記録を18歳1か月29日を更新しました2012年5月23日キリンチャレンジカップで日本代表デビュー順調にキャリアをステップアップさせていましたがそこから度重なる怪我による影響があり キャリアを順調に進めることができませんでしたこちらが宮市選手の怪我歴になります膝による怪我が非常に多くなってしまっています2021年7月5日横浜 F マリノスに完全移籍で加入しかし2021シーズンはリーグ戦2試合の出場にとどまってしまっていました今シーズンは横浜 F マリノスの主力選手として活躍リーグ戦15試合に出場3ゴール 3アシストの活躍持ち前のスピードを生かしたドリブルを披露して10年ぶりに E‐1 サッカー選手権の日本代表メンバーに選ばれましたしかし E‐1 選手権の韓国戦で後半に途中出場するも負傷交代2022年7月29日右膝前十字人体帯断裂と診断されてしまっています私自身このニュースを聞いて驚き悲しく思いましたこっから復活して さならる活躍ができることを応援しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。